第66回全日本女子選抜ソフトテニス大会、ダブルスシングルス決勝、第5回全日本男子選抜ソフトテニス大会ダブルスシングルス決勝、いよいよ始まります。場所は駒沢オリンピック公園総合運動場内屋内球技場で行われています。もしお近くの方おられましたら、お越しいただければと思います。では今日コメントを行います。斉藤さん、お願いします。はい、皆さんこんにちは。現在全日本女子ナショナルチームの監督を仰せつかっております斉藤と申します。本日の大会、5月の予選会の前哨戦とも言われる大会になりますので、非常に決勝戦が楽しみです。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、私、合同会社 HY プロジェクト、代表しております浅川と言います。私も引退して約10数年になりますけども、この大会、私は出てないんですけども、非常に楽しみにしています。今年度占う第一戦目ですから、すごく、その意味では楽しみにしています。ではもう一人、今日は特別ゲストで来ております。どうぞ。皆さんこんにちは。去年まで、現役で活動しておりました東芝姫路、元東芝姫路の伊豆谷友香です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、始まっちゃいました。いよいよね。はい、で今日の、試合の進行ですけどもですね、シングルスですね、今度最初はですね、はい、決勝ですけども、準決勝は増田選手を大友選手が破りまして、はい、そして、高倉選手を上岡選手が破りまして、で大友選手と上岡選手が、共に、決勝で戦うという形になっています。ですね、2人初出場ですか。ですかね。はい、ね、初出場で決勝まで上がってくるんですからね。はい、楽しみにしたいですね。ゲームは7ゲームマッチという形で、はい、行われますので、4ゲーム試食できたらしましたら勝者という形になっていきます。はい、まあ、ダブルスに比べてシングルスの方はゲーム数が1ゲーム少ないですけども、先ほどもかなり激しい戦いがありましたですよね。ね、準決勝もかなり激しかったですね。はい、1ゲームをいくつでした、あれ26ポイント26ポイントかかるポイント数があって、はい、その前にですね16ポイントあったんですかね。あ、はい、なのでそれでも長いなと思ってたんですけど、はいはい、それでもそれを上回る26ポイントという形になってきたので、非常に、疲れてる部分もあるかと思います ね。はい、あ、選手入ってきましたね。上岡選手、はい、先ほどはすごい長い試合をしてました。どうですかね、体力の消耗が。ね、あれからまだ時間的にそんな経ってないので、ね、はい、まあ、ちょっと疲労がまだ抜き切らないとは思いますけど、まあ、若さで跳ねのけるでしょう。そうですね、学生ですね。あと大友選手ですね、社会人3年目ですかね、今年ですね。向こう側ですね、向こう側の選手が大友俊選手ですね。はい、で手前側、が上岡俊介選手ですね。はい、高校卒業して、大友選手は3年目なので21歳ですかね。21歳、はい、まあ、同世代ですね、2人はですね。上岡選手もそうですね、3年、大学3年生ですもんね今。はい、だからちょうど同世代ですか。はい、伊豆谷さんはこの世代は2人は同じ世代。いや、ちょっとちょっと下になるのか、ね、はい、どうですか、男子のプレーはあまり見る機会なかったでしょ今まで。そうですね、現役の時はもう自分の試合に集中してたので、ね、そうだよね、こうやって見るってちょっとなんかなんかね、はい、また違った意味で、違う、はい、違った意味で新鮮さがあっていいよね。
ほどの準決勝もやっぱりね、どうですかね、大友選手のパワー、そこら辺が非常にこの決勝でも見られるかということですかね。準決勝もね、あの増田選手にもパワーで押し切ってましたからね。あと上岡選手はかなり仕掛けが早い、そんなプレイヤーで、そうですね、うまく長短を使いながら、短いねショートのボールが非常にうまいですからね、上岡さん、ね、上岡選手はな、さらに質が高かったですね、ミスショットはあれの試合でファイナルやったけど1本だったと思います、あのショートボールの使い方ですね、非常に多く使ったんですけど1本ネットしたぐらいで、ね、あとはね、本当に有効弾になってます、なので揺さぶる上岡、打ち込んでいく大友選手というような対照的な感じですかね。これも見どころ面白そうですね、なかなか、いや実はあの大友選手とはですね、仕事をちょっとしたことがあったんですけども、本当にあのストイックでですね、まあ練習中いつの間にかこうトレーニングし始めたりするんですよ、なんか飲み物からなんかもなんかこだわりがあるんですね、みたいですね。あのジュースを飲まずに本当に水を飲み続けるという、食べ物にも非常にこう気を使っているという話は聞いたことありますね。すごいですね、意識がやっぱ高いですね。そうですね、でもまあ上川選手もこの体ですから、この身長でこのね、パワーを出すわけですから、ね、昨年はこれコロナの、ね、影響があって大会が中止になってしまったんでね。そうですね、まあ、約1年もまるまる2年ぶりですか、そうですね、大会になるんで、本当にこの久しぶりの大会がこれ開催できて本当に良かったですね。そうですね、選手自身もやっぱり試合は久々でしょうから、そうですよね。では始まりますね、最初の入り方がどう入っていくのかもちょっと楽しみですね、これ、東方が大友俊選手、レシーブサイド同志社大学上岡俊介選手、セブンゲームはセイボール。1本目から激しいかなり激しいですね、1本目から ね揺さぶったのでも大友選手だったですね、逆にね、揺さぶりをかけて仕掛けたのが、やっぱり1本目って滑るボールじゃないですか、それでもあれだけ合わせられるってのはすごいです ね確かに、本当にやはり2人の持ってる技術がすごいんですね、これ、選手はやはり、短いボールが特徴的だとは思うんですけど、まあ、そのスタートはもうしっかりと打ってって感じですね。そうですね、でも早いですね、反応が、上岡選手の反応がやはり左右揺さぶられてもかなり早いんで、ちょっと大友選手も、迷うところがあるかもしれないですね。パワーですね。やっぱりすごいのはやっぱこう体勢が崩れながらもしっかりとインパクトして決めに行くという、そういう大胆さがやっぱ大友選手ですかね。そうですね、上子選手はまだ揺さぶりを一本も仕掛けてないですけどね。そうですね、そろそろあるのかなっていう気がしますけど、先ほどの、準決勝では
このポイントが一番こう上岡選手のポイント率が高い場所になりますね。逆クロスのレシーブがね、はい、これですね、しましたね、はい、約 80% という形でポイント取得率になってますんで、はい、得意としている場所だと思います ね。まさしく今の角度でのポイントが高かったですからね、はい、準決勝も。ワンスリー、CM、 ちょっと大友選手が大友選手らしいですね、ミスするときも豪快にミスするもんねそうですねどうですか伊豆谷さん、一言終わりましたけど、はい、なんかすごいパワーがすごいですよね女子と違って。そうですね、あと切り返しもすごいし、やっぱ女子と違う面白さがありますよね。さっき女子と男子の違いで言ったら、やっぱりラリー本数が若干男子の方が多い感じがあったんですよね、まあ、でも今のゲームはちょっと、ミスも目立ったものがあって、そんなにラリー数は多くなかったですね、まあ、だいたい平均で言うと6本、7本ぐらいですかね、うん、平均そのぐらいのラリー数になるんですか、ね、はい。さあどうしますかね、これから大友選手がこのレシーブに回ってしっかりとゲームを作るかどうかですね、ちょっと変えてくるかどうかですね、まあ、でも2人ともね、上岡選手がナショナルチーム、大友選手はアンダー20ですか、共に全日本のね、そうですね、将来の有望な選手ですか。どうですか入りは。どう、まあ大友選手はやっぱり1ゲーム目の入りからするとやっぱりちょっとなんて言うんでしょう、慎重な感じのストロークになってますね、まあ、どうしてもねやっぱりそれ1ゲーム目をそういうふうに落とせばそういうふうになりますからね、はい、先ほどよりはやはり丁寧に丁寧にという形になってきてますね、はいはいはい、それに伴いおそらくラリー本数は増えてくるだろうとは思います、うん、そうですね、ワンオール、やっぱりこのクロスが速いんですよ、はい、ね、大友選手はね、あの今のクロスが一番多分得意なショットなんでしょうね、はい、こう今スロー出てますけど、はい、フォームが大きいですよ、うん、シングルスで意外とちっちゃく、ね、こうコンパクトに振るスイングが特徴だと思うんですけども、はいはい、大友選手逆に大きくしてるのでパワーヒッターですよね。でね、牽制がもううまく効いてるんですよね、あれストレートにもこうやはり打ってきそうな感じでのクロスなのでかなり有効だよね。そうですね、こうやって表情を見るとやっぱりいいですね、真剣な表情はやっぱり、はい、ちょっと足を滑らせました ね、 そうですね、あちょっと危なかったですね、マーク返しましたね、うまくバランス取ってThank you.
いやー今のも見応えがあるラリーでしたね。最後はちょっとあまりにも簡単すぎて余裕がありすぎて、ね、よくありますよね、うん、本当によくある。俺も何回も自分でもプレイしててああいうボンミスをしましたからね結構私は、ね、ベースラインプレイヤーだったので、うん、そういう、ね、シチュエーション見ましたけど決めてくれっていう気持ちですよ ね、うん、ね、はい、ベースラインプレイヤーからしたら何やってんだっていうね、はい、しっかり決めてっていう。そうなんです。ポイント取れてる気分で失点してしまうと2ポイント取られた気分なんですよね。確かに。これでワンノルのタイにしてまたどんなラリーになっていくかですね。ですね。やっぱりシングルスっていうとうまく時間を利用してこうカットで今、まあ、ラリーで2人ともやってましたけど、はい、あれがやはりねあのシングルスのやはりなんて言うんでしょう醍醐味、楽しさ、興味、そうですね。強打だけではなかなか勝ちきれないんですよね、これ。はい。まだ体育館ということもあるので止まりますしね。うん、そうですね。はい。ワンゼロ。素敵な技でしたね、うん、今どうしてもね今のチャンスがこう上がってくると力が入ってやっぱり強打したくなるんですけど、まあ、相手を見ていや抜きましたね、よく見てましたね。税でもね水谷さんよくああいうのをね、はい、こうやりますよね。やりますね。余裕があれば余裕があればね、はい、その時も余裕がないと思う力入って、はい、羨ましいですね。私はあまりセンスなかったので、はい、それをすればするほどミスになる可能性あるので、はい、力ずくでそうですね、できるだけやりたいですね。室内なので跡が残らないってことですね。まあ、すぐすぐ切り替えていかないとですね。ビビオンレジャッジはね、もう、はい、あなんでしょう、セーフだと思って 研究しとかないと、はい、ワンツー、このポイントですね。スリーワンに先ほどもなったポイントです ね、 ですね。これ上岡選手得意なコースですからね、はい、仕掛け先に仕掛けるか。長いっすね。今のやっぱりクロスの引っ張りの方がやっぱり本当に多分本人も自信があるんですね、あれ。はい。本来ならばもう一度やりたいという上岡選手になるんと思うんですけど、うん、あえてストレートにアタックしに行きましたけど、ね、まあ、思い通りセカンドになった部分もあったので、うん、攻めれるかなと思ったんですけど ね少しセカンドのコースも真ん中気味に入ってきたんでね、はい、あれ逆クロス気味に入ってくるとまた違うなるほどレシーブをしたのかなという気がするけどね。そこは1ゲームの時もありましたけど、ストレートにパスを出すのがちょっと特徴的な大友選手ですかね。そうですね。まあ、でもあれが できるとシングルスやっぱり幅が広がるんですね。あのバックハンドの流し、要はストレート方向、あその精度がやっぱり高い選手はやっぱりシングルスで強いですよね。
今瀬戸さんが言われたようにやっぱりこだわってるところなんですかね。多分そうでしょうね。さあ、じゃあ大友選手はこの後バックハンドのストレートをどうやって入れていくか、うん、そうね、ということですかね。まあ、当然あれですね、上子選手も大友選手もやはり、はい、フォアサイドが怖い、そうですね、強打の怖さがあるんで、やっぱバックハンドをつきやすいんですよね、はい、そのバックハンドを大友選手がどういうふうに展開していくのかっていうところでしょうね。まあ、よく相手のいいボールを攻め返すという、うん、まあ、要はカウンターじゃないですけど、はい、そういったテニスが、まあ、魅了するということにつながるんでしょうけど、当然上岡選手もそれをやるのか、うん、そのボールを打たせないのようにするのか、うん、ね、どちらにこう移行していくのかなって、こう上子選手の人間性みたいなものが出てくるかもしれないかなと思ってますけどね。瀬戸さんどうですか、いつもはどうやってプレッシャーなんですか、そこら辺は。まあ、俺はね、ストロークするあれがないから、はい、そんなあれですけどね。まあ、なんだろう、まあ、ダブルスが主体だったんで、はい、まあ、やはり相手のベースラインプレイヤーの特徴というのをやはり早ゲームの中でも早く掴みたかったね。あ、まあ、フォアが得意なのかバックが得意なのかっていうのもあるし、テンポもあるしね、いろいろそういうのをちょっと頭の中で情報をこう入れるようにしてましたね。あ、数少ないツイストドロップですけどもね、うんうん、準決勝ではあれがことごとく入ってたんですけど、ね、はい、かなり準決勝使って決勝でこれ今2本目でしょ。2本目です ね、はい、水谷さんもシングルス得意だもんね、ネットプレイヤーだけど。いや、自分ではそんな得意にはしないですけど。いや、でも俺がずっとこう見てる中ではネットプレイヤーでの中ではシングルスも得意な方の選手だなっていう印象がすごくあるんだけど。シングルスは基本はダブルス主体で、うん、シングルスはちょっと楽しみっていうか、まあね、楽しんでどちらというとオールラウンドなプレイヤーでしたよね。そうね、水谷さんは何でもできるあれですよね、はい、ありがとうございます。私もアンド17の時に一緒に、はい、コーチと選手という立場で、そうかそうか、携わったので、はい、なんか不思議ですね、こうやって一緒にこう話しながら、ね、そうですね。ついに自分もこの立場に。そうね、もうすぐ現役ね、現役を退いてすぐもうアンダー14のコーチに抜擢されるんですから、やはり人望も厚いんですね。ありがとうございます。うまい、これですね。相手のボールの勢いを利用してこう引き込んで打つのがうまいですよね。さっきみたいな逆にチャンスボール系を短いのはミスが出るんですね。なるほど、突っ込んでいく方がいいですね。そうそうそう、相手の勢いのそのボールの勢いを利用してのツイストがめちゃくちゃうまいですね、はい、いやー、パワーギリギリ入ってましたけど、高いボールをあれだけ振り切れるっていう、ね、これ今スロー出てるけど弾き飛ばされてる、すごいですね、なんか映画のワンシーンみたいになってましたね。さあ、これで2-1ですね。ちょっとあれですね、今大友選手ベンチに帰って足を気にしてましたけど、やはり
1試合目も長い試合してますからね、あれ増田選手と11-9とかってのもあったし、そうですね、はい、そうですね、うまい。そう、今日久しぶりに上子選手のプレー見たんですけど、そのバックのスライスを多分すごい練習してきたんだなっていう印象がありました。縦に入れてることが多いですかね、うん、多分このシングルスやはりもう出るのは前から決まったんで、まあ、シングルスね前から得意な選手ですけど、ただあれ上子選手もオールラウンドプレーヤーでダブルスも前ですからね。そうですね、両方マルチでできますからね、うん、羨ましいです、うん、ね、大友選手はあのネットプレイヤーですからね、はい、ね、であのストローク力ですからね、はい、恐ろしい時代ですね本当に。いや、やっぱりちょっと縦が入らないですね、うん、少しやっぱりちょっと足が気になってるんですね、はい、ただね、ちょっとした気の緩みがシングルスは、ね、本当にひっくり返りますからね、これ、はい、大岡選手もしっかり気を引き締めていかないとちょっと苦笑いですね、まさかという自分で思ってるんでしょうねさあ来ました、マッチポイントです、ね、そんなに行くのかな、これでも得意なコースですからね、これまた大岡選手も得意な、はい、逆クロスのレシーブですからね。あれ？いいんですか？いいんですね。はい。ね、ワンスリー。ちょっと最後はね、最後のゲームがもうなんか淡白なゲームになってしまいましたかね。そうですね。いや、優勝ですね。結果4-1でしたね。いいですね。4-1で上川俊介選手が優勝という形になりますが。振り返ってみてどうですか。まあ終始上川選手落ち着いてゲームをしてる感じだったですね。ね、はい、得意なショットというか、まあ、あの短いショットを結局2本ですかね。あ、3本か。3本使ったんですね。そうですね。多分これ試合が長くなってきたらもっと使うんでしょうけどね。今まあその前に決着が ついてしまったんでね。はいはい、まだ出し切らずで勝つという一番。なんて言うんでしょう、こう余裕がある勝ち方だったんですかね、はいはい、ね、そうですね。逆に大友選手はですね、はい、どうですかね。ね、ちょっともう気持ちが少し、まあ、まあその体足の方に来て気持ちが少しやはり切れてしまってるのかなっていう、ね、普段だったらそんなにすぐ一歩目二歩目でミスする選手じゃないのでですね。そうですね、はい、見事上岡俊介選手の優勝と、はい、おめでとうございます。こういう試合がまた、ね、続きますね。あと3試合ありますね、うん、ですね、はい、この後が では次、女子のシングルスが入るんですか。女子のシングルスになりますね、はい、またじゃあ期待していきたいと思います。はい。